じゃあ一番小さいのでお宝黒板消しをもらいました。いらねー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと消してもらえますか。ほいほい、リロウナ一人前に成長しました。うんうん、あ、多分私前回のが終わった後にちゃんと部屋は開けているはず。一人暮らしさせましょう。え、多分ね、二人分開けたはず。二人おったよね、の保留中の子が。それがいいと思っていました。うんうん、リロウくん、あれ、リロウくんっていう名前前にもおらんかったっけ。気のせいかな。 OK、 今日からお世話になります。はい、リロウは稲島の住人になりました。私が家族も今後ともよろしくお願いします。こちらこそお願いします。それももらってください。はい、割愛します。よし、来た。次ね。ちょっと聞いてもらえますか。え、新しい子供前回増えとったんやっけ。よい子が一人前に成長しました。で、この子もこの子の稲島に住むということでね。何月かマンションに一人暮らしさせようと思います。うんうん、どちらがこの子のためになるでしょうか。一人暮らししましょう。そうですよね、それがいいと思っていました。うんうん、オッケー。ようこちゃんね。オッケー。今日からお世話になります。ようこは稲島の住人になりました。今後ともよろしくお願いします。こちらこそお願いします。それももらってください。はい、それじゃあ割愛します。以上か？ですね。よし。はい、マンション入ってこう。今回は、うん、なるほどね。マークがないっすね。おー、喧嘩か。ヨミさん、入ります。どうも。どうもどうも。何？誰と喧嘩したの？めいちゃんと喧嘩しました。うんうん。腹が立ちます。仲直りしてくださいまし。じゃあ、このイライラを沈めてください。じゃがバタやね。こっちでいいよね。じゃがバタ、じゃがバタ。どうぞ。いただきます。はいはい、じゃがバタで踊ってください。いいね、陽気だね。もし新しいのできてもこのダンスは変えないでいただきたいわ。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思いますね。いってらっしゃい。慎重さがすごいね。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。よし。うまくいきました。やったね。ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれをあげます。うんうん、実用品大人スプレーをもらいました。ありがとう。
人に注目されると緊張して何も喋れません。あれだな、なんかどれぐらいやっけ、小中学生ぐらいの時ってなんかそういう時期あるよね。みんなじゃないやろうけどなんか人前で発表するみたいなの。おーっと、二組目来た。ミカちゃん、どうした、誰と喧嘩した。なんだってめっちゃキレてるじゃないか。暑さと喧嘩しました。ふんふん、腹立たします。まあまあ落ち着けよう、仲直りして。このイライラを沈めてください。あー、超大好物とかないんやな。ってことでグミとか噛んで落ち着きません？どうすか？おー、美味しくなかった、マジか。嫌いな方だった。私もグミ嫌いなんよね。待って、また落ちてしまった。仲直りしてください。でもグミね、パッケージだけやったら美味しそうやなと思うものいっぱいあるんやけどね。カステラとかどうでしょう。逆にふわふわでどうすか。あんまり美味しくなかった。マジで結構好き嫌い多いんすね。もうお腹いっぱいやん。ってことで、じゃあよし、ブランコで風になろう。天井からぶら下げてみます。さあ行こう。確かいい感じ。服の後ろあれなんやね、ハートに羽が生えとんやね。もっと強く、なんか小学生とかでありそうな感じのデザイン。これ何やった、ガールズパーカーやった。やっほー。なんかこういう感じのデザインあるよね。ですか、いい感じ。あ、もうなんかご機嫌なんじゃない。だいぶご機嫌なんじゃない。あ、今風になった気分です。よかったよかった、気分が落ち着きました。ふんふん、仲直りしてこようと思います。さあ、仲直りできるだろうか。この間はごめんなさい。どうでしょう。許しません。ダメだった。マジで。なんてこと。うまくいきませんでした。ダメでした。何を理由に喧嘩したの。めちゃくちゃ怒ってたよ。ドヨーン。ここは喧嘩ではなさげだな。よし、マナリさん入ります。もう忘れられたのかと思ってました。忘れてない、忘れてない。アツスカのこともよく知らないのですが、私とアツスカとは気が合いそうですか。合うんじゃないかな、多分。バッチリって言っとく。ちょっと気になってきました。ふんふんふん、仲良くして。喧嘩はしないように。毎日寝る時間はだいたい決まっています。まあだいたい、どうかな。生活リズムは決まっとるかな。なんとなくやけど。恵方巻き、まあ、全然時期過ぎとるけど。ですか？結構美味しかった。よかったよかった。はい、それじゃあ。夜空さん、入ります。遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。
相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。はっきょい。はっきょい。残った。残った残った残った。いけ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 。あー危ない。頑張れ。頑張れ私。おめちゃくちゃ、めちゃくちゃなんか顔に現れるね。おめでとうございます。ありがとう。あ、でもなんかルンルンやね。負けてもルンルン。めっちゃいい子やん。どれか選んでください。じゃあ、一番小さいので。お宝、黒板消しをもらいました。いらねえ。いらねえ。あ、でもなんか昔、いつぐらいかな、中学生ぐらいの時か小学生ぐらいかな、なんかダイソーでさ、ちっちゃい黒板とチョーク買ってきて、なんかいろいろお絵描きしよった。どうぞ。どうすか、小学校高学年ぐらいやったかな。すごく美味しかった。よかったよかった。なんかめちゃくちゃいろんなものが100均で揃うけんいいよね。めちゃくちゃいいっすよね。昔以上に充実してきた感。それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってください。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そしてミニュース見てこう。星になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。本日リンさんが誕生日を迎えました。お、マジで、おめでたいおめでたい。開かれたお誕生日会の模様をお送りします。ふんふん。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーリアリン、ハッピーバースデーツーユー。おめでとう。おめでとう。ありがとう。ふぅーふぅー。マジのみーに聞きました。リンさん、ケーキを開けてください。素敵な一年になりますように。パーティーにもやってきてないのに。はい、ゴジノミーニュース結果だがお伝えしました。ありがとう。ここは、あ、夜市や、久々。よし、見とこう見とこう。お客さん、ふんだめししてみない。ふんふん、買いましょう。いらっしゃい。福袋5,000円買います。毎度あり。はい、中身、一つ目の中身は帽子、ボンネットが入っていました。二つ目の中身は服、カウガールが入っていました。なんか全然系統違うね。三つ目の中身は服、ミリタリーコートが入っていました。まあでも、あとの二つは同じぐらいの系統か。うんうんうん。1個目のボンネットだけどう使うよって感じやけど、ドレスみたいな持ってないとね。マンション見てこう。あれかな、服の福袋やったんかな、ファッション系。お部屋でも整えます。入ります。よい子です。思いつきで突っ走っちゃう女です。慎重に動こう。火曜日は気合で乗り切ります。うんうん、気合で。まだ始まったばっかり感あるもんね、1週間。それじゃあ、ジーンズのロングスカート似合いそう。いいんじゃない。どうぞ。いいね、いいね。髪型的にもね。
さあ、そしてお好み焼き。あ、いいやん、いいやん。どうすか？まあまあ美味しかった。うんうん。あ、ちょっと待って。部屋の中全然整えてなかった。こんにちは。こんにちは。こんにちはってか、ただいまってか。お花見スタイル。新しいインテリアもありがとうございます。うんうん。とてもいい部屋で気に入りました。よかったよかった。今年はお花見行けんかったんよね。行きたかった。見ていきましょう。まあ、一応ね。桜は見たけどさ。桜は、ね、普通に生活しよっても、その辺にあったけん見たけど、そういうことではないんよね。見てるだけで楽しいですね。うんうん。いいよね、桜。ただ、桜の季節が終わって散った時めちゃくちゃ掃除大変やろうなっていつも思う。ね、絶対大変よね。多分自分家でのじゃないのにさ、飛んできたりする人もおりそうやし。まあ、自分家とかやったらあれやけど。バレエ入門書。どうぞ。道具、バレエ入門書をプレゼントしました。よし。ほい、ということで。あ、今回はあれだな。マーク出なかったね。新たな恋は生まれなかったね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこの、ねえ、これ、VTuber 的なやつ、これになってからさ、お、あれだな。動きが。拍手がね、なんか片手になるんよね。なぜなんだろうか。おめでとうのとこ一応ちゃんと拍手したつもりなんやけど。